ゲゲゲのキタロウゲゲゲのキタロウゲゲゲのキタロウは2018年4月1日から2020年3月29日まで富士テレビ他で全97話が放送された東映アニメーション制作のテレビアニメ。水木しげるの漫画ゲゲゲのキタロウを原作とする妖怪アニメ作品のテレビシリーズとしては6シリーズ目にあたる。 舞台の一つとなった境港資源作者の水木しげる、没後初のシリーズであり、アニメ、ゲゲゲの北郎放送開始50周年を記念して、制作された。目玉親父役は、第一シリーズより長年にわたって、同役を担当した、名の中勇が2010年に制挙したことに伴い、本作品では、第一、第二シリーズ、墓場、北郎の3作品で、北郎役として、 主演を務めた野沢雅子が担当。他のメインキャストも従来のシリーズ同様に一新された。メインスタッフも一新されてはいるが、過去のシリーズで脚本、演出、作画等で参加したスタッフが一部続投や、再び制作に携わってもいる。音楽は実写映画2作目のゲゲゲの鬼太郎千年のロイ歌も手掛けた高梨康二が担当している。 前作と同様に、e、ET にはオリジナル曲が採用されているが、水木しげるの次女水木エッツコが作詞している歌もあり、本作品でも劇中曲にカランコロンの歌のアレンジ BGM が存在する。本作品では、インターネットや SNS、スマートフォンの普及により、妖怪を含む見えないものを信じられなくなったり、傲慢な人間が増えた21世紀の社会を舞台に、 している。それに合わせエピソードも、原作の風刺色が強く大敗的な作風や、過去のシリーズ同様にユーモラスなシーンも織り混ぜながら、21世紀の世相の暗い部分の影響下での人間の心の闇などを取り入れたものが多くなっている。それだけに善良な人間と悪辣な人間の対比も、歴代より際立っており、北郎たち妖怪の行動が即座に、 人間社会を激変させるような影響に至る頻度は多くないが、直接、間接を問わず、妖怪と関わったり怒らせたりした悪人たちには、個々に因が応報的な報いがもたらされることが、ほとんどである。その際も、北郎たちは、反省したり悔い改めようとしない、身勝手で卑劣な人間には無用の情けを一切かけず、愛想をつかして見捨てることが少なくない。また、 北郎自身の性格やゲゲゲの森は、これまでのシリーズと比べてかなり人間に対し、閉鎖的に描かれており、北郎は、妖怪と人間はあまり交わるべきでないと考え、ゲゲゲの森は4話で、ユータが入るまで、約200年以上も人間が入ったことがない、異次元的な空間に存在する。北郎たちとの戦いなどで妖怪が倒される、真の一つに、 肉体を失った直後に魂が残る演出もされていて、生物でいう血に等しい状態となるが、歴代の主題歌にもあるように、妖怪は滅多に死なないので魂だけとなっても、いつの日か長い年月を経て失われた肉体は再生されることが多いと研究される。また、第三シリーズの天童夢子以来となる人間側のヒロインとして、本作品では中学生の犬山マナが、 レギュラー登場する。マナは、夢子同様にオリジナルキャラだが、調布市に住んでいて、父親の実家が、境港市であるなど、原作者の水木しげるに関連した設定が付加、されている。従来からの妖怪側のヒロインである猫娘は、本作品では、成人女性に近いスタイルの美女として描かれ、ファッションや、頭髪もアレンジされて、第4シリーズに近いカラーリングとなった。 この他ネズミ男の衣装は第3シリーズと同じ濃い空色となっている。完全に全話登場しているのは北郎と目玉親父の2名であり、猫娘はメインヒロインとしてほぼ毎回登場するが、時折り姿を見せない話や出てもセリフなしの場合もある。ネズミ男も前作よりは出番が多くなったが、すべての話に絡んでくるわけではなく、 登場しないエピソードやしても金にならなければ、途中で立ち去る回もある。マナは、正義感の強い性格から第3シリーズの夢子よりも、活躍する頻度は多いが、夢子と違い最初は、ゲゲゲの森へ入れなかったこともあり、登場しない話も少なくない。北郎のアニメ作品においては初めて、北郎が赤ん坊の頃を水木という青年に育てられたことが、言及されている。 北郎が少年の姿のまま何十年も生きているという描写は従来同様だが本作品では北郎のみならず北郎ファミリー全員が数十年前から現在と姿が変わっていない描写もなされているおりこの点が明確に描かれたのは本作品が初めてであるまた目玉親父のかつての姿としてこれまでは富士の病で全身に包帯を巻いた姿しか 描かれなかったが、本作品では病遺憾前の幽霊族としての前世紀にあたる姿が初めて描かれている。大半の事件は各話ごとに解決しているが、それとは別個に大まかに話数クールの節目ごとに区切る形式にて複数の章が描かれている。まず第一話からは謎の存在、七子が北郎たちと敵対する最初の大きな黒幕的存在として登場し、 第11.12話で808たぬき軍団が襲来する808たぬき前後編などのいくつかの大きなストーリーの進展とともにマナを標的にする描写が増えていく。第16話からはシリーズ初の水木しげるの故郷鳥取県境港市が舞台となる境港編も短編として各章の中で定期的に挿入されるようになった。第十七話からは 北郎の宿敵、バックベアード率いる、西洋妖怪軍団が登場する、西洋妖怪編が描かれた。西洋妖怪のビジュアルは、前作同様に原作の設定はベースにしつつも、大幅にアレンジされた。この、西洋妖怪編では、原作からアレンジされた、西洋妖怪キャラの一人にして、猫娘とマナに次ぐヒロインポジションとなる魔女のアニエスが、 第27話から第37話まで、北郎ファミリーの仲間として、毎回登場した。西洋妖怪編にもバックベアード軍団が絡まない、事件があり、七死が日本妖怪と西洋妖怪の戦いを利用する存在として、裏で関与していた。第37話で、北郎ファミリーは西洋妖怪軍団に勝利する。アニエスは西洋妖怪編終了後も、北郎たちに、 重要な情報を伝えたり、決戦時に、スケットとして駆けつけるなど要所で活躍する。第38話からは、通常通りの無関係な単発の事件を、各話ごとに解決する形式と、同時進行する、7市最終決戦編が描かれ、クライマックスとなる第47話から第49話で、7市の正体とマナーを狙っていた理由も明かされた上で、決着がつけられた。しかし、 この七史最終決戦編クライマックスで猫娘とマナの身に起きた出来事は間接的に北郎ファミリーの次の戦いへのきっかけとなり第50話からは北郎ファミリーと地獄から脱獄した国悪妖怪と呼ばれる大逆の四章や妖怪を憎む機動衆の末裔、イスルギレイの三つどもえ戦へと展開していく地獄の四章編が描かれる。 地獄の四小編も四小や霊が絡まない話は多く、さらに第56話、第57話では一度37話に適太郎に倒されたバックベアードのことにも触れており、水面下で復活計画が企てられていることも判明している。第74話から地獄の四小編は、クライマックスとして四小の中でも特に強力なキュのキ玉も前との決戦へ突入し、 第75話で決着となったが、大逆の4章を地獄から脱獄させ霊の人生を狂わせた張本人は不明なままで、第76話からは、北郎の宿敵、ぬらりひょんと側近の種の本が登場する最終章、ぬらりひょん編が描かれ、ぬらりひょんが大逆の4章を脱獄させた張本人と判明し、北郎ファミリーと対峙する。 ヌラリヒョンたちが絡まない単発の事件も描かれながら、ヌラリヒョンは復活したバックベアード率いる、西洋妖怪軍団を利用して、同時に女性総理も巧みに妖怪を憎む心境へと誘導し、関わっているすべての妖怪と人間を、泥沼の戦争状態へと陥れていく。最終話で総理、バックベアード、ヌラリヒョンなど、各首謀者の死によって事態は収束するが、 その代償としてマナがキタロウを助けるために記憶を失い、周囲の妖怪と人間の関係者全員が成り行きを見守る中、マナは10年後にキタロウと再会して記憶を取り戻し、そこからキタロウファミリーやアニエス・アデル姉妹などの妖怪たちとの交流が再開されるという場面で完結を迎えた。水木しげる没後の2016年から東京都調布市が 水木の命日である11月30日を、ゲゲゲ意味と名付け、水木の功績を称えるイベントなどが、毎年開催され、2018年からは、沢城美雪、野沢雅子、古川俊夫、庄司梅香、藤雪よら本作の主要キャストや、トークショーの司会担当などで、長富大地ら本作の主要スタッフも参加している。次回予告の決め台詞は、見えない世界の扉が開く。 予告ナレーションは北郎が目玉親父に語りかける形式だが目玉親父のナレーションはほとんどなく最終章の第95話のみ北郎の名前を呼ぶナレーションが入った。あと番組デジモンアドベンチャーの新型コロナウイルスの感染拡大の影響による放送延期と休止に伴い代替番組として本作品の一部の話数の再放送が 本放送終了後の2020年4月26日から5月31日まで実施された。2020年6月1日、放送批評懇段階により発表された第57回ギャラクシー賞にて、テレビ部門特別賞を受賞した。アニメーション作品が同賞を受賞するのは創設以来、史上初で蔵賞理由では、原作を現代社会に合わせるなど表現を、 工夫しながら、基本設定は原作そのままで、社会や時代が変わっても、人間社会が抱える闇や、怖さは、原作時代同様普遍的であると教えてくれた。日曜の朝に、子供たちに向けて、丁寧にメッセージを送ることに徹底して作られ、それが、多くの人たちの共感を呼ぶ。テレビアニメのあるべき仕事と原作に回帰した、作品作りや、原作同様の普遍性や、 作品性を評価している。2021年3月7日に行われたオンラインイベント漫画王国鳥取生誕99年水木しげる生誕祭にて翌2022年に水木しげる生誕100年を迎えるのを受けて立ち上げられた水木しげる生誕100周年記念4大プロジェクトの一環として本作品の劇場版にあたる新作アニメ 北郎誕生ゲゲゲの謎の制作が発表された。第21話以降は、地上波のみ、映像の右上に一言で簡略された予告が表示される。本作品では前編を通して、北郎役の沢城美雪によるタイトルコールがなく、話数が表示された後に、サブタイトル表示で最後の一文字が揺らめく、という演出がなされている。CM 前後のアイキャッチには、 原作者の水木が生前に描いたイラストや、水木しげる記念館などの作品ゆかりの地が紹介されている。CM 前のアイキャッチは、SD タッチの北郎と猫娘が登場し、縦巻板を半回転させると、イラストが浮かび上がるもの。その際、回転の遠心力で二人が左へ飛ばされるものと、回転した縦巻板にしがみつくもののにパターンが存在する。CM 後は、 イラストの右側にラインスタンプのようなイラストが毎回異なる3つのものが出てくる。なお、その一部は実際にラインストアでスタンプとして配布されている。放送開始時間は公式サイト、作品紹介、放送局を参照。また、全局で字幕放送及び解説放送を、同時ネット局は番組連動データ放送を実施。フジテレビ系列。 日本テレビ系列のクロスネットであるテレビ大分では放送されていない。発売元、販売元、ハッピーネット各館2枚組のボックス。ありがとうございます。